はい、こんにちは、木下敦夫です。9月になりました。だいぶ涼しくなりましたね。皆さんも夜の撮影とか、結構涼しくて撮りやすくなってるのではないでしょうか。ハトバの写真学校では夜の撮影講座星空編というものがスタートしてですね、まだ1回も天気が良くなくて開催できていないんですけれども、今週末9月の4日には、撮影できるんではないだろうかと思っています。ぜひ星空の写真もチャレンジをしてみてください。今回から秋は学校祭ということで、ビギナークラスからアドバンスクラス、ネクストクラス、作品制作クラス、フォトベースクラスといろんなクラスの方々混ざってもらって、写真展をやろうということで、そういう企画にしてみました。そういう企画にしてみると意外と出さなくてもいいのかなということで、ネクストクラスあまり皆さん出されておりません。僕は毎回毎回言っているのですが、年に2回皆さんが半年間撮ってきた写真をまとめる機会というのを作ってくださいというふうに、お話をしています。撮りっぱなしだと写真はうまくなりません。いい写真が撮れていなくてもまとめてみるという機会をですね、ぜひ作ってもらいたいなというふうに思います。それが写真をうまくさせますし、今まで撮ってきたものを見返すことによっていろんなことに気づいていくという気づきになりますので、そういう機会があった時には皆さん進んで参加をしてみてください。僕もセレクトの相談、それから半年間撮ってきたものをまとめるっていうことへのお手伝いは多少なりともさせていただきます。ネクストクラスも、B クラスというのができてですね、今は結構クラス数が増えて、前までは水曜お昼、それから水曜夜、土曜日日曜日とこの4つのクラスでしたけど、今は水曜の朝、水曜の昼、水曜の夜 A、 水曜の夜 B、 それからあと土曜日 A、 土曜日 B、 日曜日 A、 日曜日 B ということで8クラス倍に増えています。まあ、B クラスはね、新しくできたクラスなので、比較的優しくやっております。丁寧に、やっております。 A クラスというのは丁寧にやってないわけではないんですけれども、どちらかというと紙とかプリント、それからと作品性みたいなものをね、ちょっと強めにお話をするようにしています。強めというのも、怒ってやってるわけではございません。そこに重点を置いて、取り組むようにしています。 B クラスはどちらかというと、もうちょっと発見をしていく、それから気づいていく、それからもうちょっと構図を詰めていくとかですね、露出を気をつけようとか、まあ、そういうことを写真を見ながら、一つ一つ気づいていくっていうことをやっています。まあ、そういうちょっと違いを持って僕の中では、やっていますので、皆さんちょっと振り替えをねされる方もこれから増えてくると思います。A クラス B クラス混ざるところもあると思いますけれども、ちょっとそういう区分けをして僕の中では取り組んでいるということを知っておいてください。それでは10月度のネクストクラスの課題です。まず特別お題として、携帯とかスマートフォンで撮った、素晴らしい写真、まあ、加工してもいいよということで、これ特別お題としたいと思います。なぜこれを出すかというと、普通に皆さんね、カメラ撮れるとき一眼レフとか、ミラーレスとかで撮れると思いますけれども、ぼかしたりとかブラしたりとか、あとはレンズを交換するということを通して、表現できるんですけど、スマートフォンとかね、携帯のカメラってそれができません。なので、僕もよくやるんですけど、構図に集中して、できるというところがあります。まあ、そういう訓練になるかなと思って僕もスマートフォンで撮ってるんですけれども、普段クラスの中でも2分割を意識しようとか3分割を意識しよう、それからあと角度ですね、角度を意識しよう、曲線を意識しよう、それからラインが向いている方向を意識しようとかね、そういうふうに構図に関して、すごくシビアになってくると思います。奥行き感の作り方もぼかして奥行き感を作るんじゃなくて、線の動きだとか、それからあと、大小遠近法って言ってね、ちょっとちっちゃく撮ってみたり、手前は大きく撮ってみたりという、そういう遠近感の作り方みたいなもの、そういうものが限定されますので、ぜひスマートフォンでの写真も持ってきていただければと思います。
面白く加工していただいても構いません。この際にですね、スマートフォン、それから携帯のカメラで撮ってみるということをチャレンジしてもらいたいなと思います。色の課題、群青色、それからペパーミントグリーンということで2つの色を出してみました。これも群青色ってどんな色なのかっていうことを必ず調べてみる、ペパーミントグリーンというのがどんな色なのかということを調べてみることが重要だと思います。まず取らなくてもいいので見つける作業をしてみるとかですね、色に関心を持ってみてください。季節の課題、秋の空、秋の雨、まあ、これは毎年定番ですけれども、秋ならではの空、夏とこういうところが違うよということに気づいていく、秋ならではの、季節感みたいなものをね、空に求めてみてください。衣替え、まあそういうシーズンですね。うまこゆる、食べ物が美味しい時期になりました。それから収穫、新米、十五夜にまつわるお月見だったりお団子だったりといういろんな風景があると思います。まあこれも実際出くわさないかもしれないし出くわすかもしれません。いろんなものをどこに行けば見つかるかなって、結構商店街に行ったら見つかるかもしれませんし、なかなかお家の中でそういう風習のない方は、ちょっとそういう目を持ってですね、9月10月と、過ごしていただくといいのかなと思います。結局皆さんの見る目っていうのが変わっていかないと写真って変わってきませんので、こういうお題をちょっとね、季節にまつわるお題を出しているというのは今非常に目につく時期ではありますので、まあダイレクトな表現もあると思いますけれども、間接的な表現、お団子そのまま撮ってみるというよりはそれにまつわる風景みたいなものに目を向けてもらえるといいのかなと思います。花の課題、金木犀、彼岸花、それから、続きましてコスモスですね。これは、まあ8月の終わりぐらいから結構ね、10月の終わりぐらいまで咲いている花なので、コスモスはねずっと追っかけてもらうといいかなと思いますね。金木犀は、香ってきますからね、香りに誘われて、金木犀を見つけてみるのもいいかなと思います。それから彼岸花、まあ、この辺定番のお花ですね、まあ、こういうものをかけてみてください。食材の課題、まあ、今回新たに食材の課題というのを出してみました。これも季節にまつわるものとして、季節の課題の中に全部入れずに花の課題もそうですし食材の課題、こういうものをちょっとね分けて出題しております。これはまあ食べるときね、花の課題は散歩しながらでもいいと思いますし、食材の課題はちょっと、ね、皆さんがお召し上がりになる時にですね、意識をしてみる、ただ食べるだけじゃなくてカメラも横に置いて撮ってみる、ね、そういうことをやってみてください。食材の課題はさつまいも、いちじく、栗ということで、これもまあ季節をまたいでいる部分もあったりですね、それから今は年中あるものもありますね。今から人参なんかもこう出てきたりするんですけれども、人参なんか年中ありますみたいな、ちょっとハウス野菜みたいなものもあるので、なかなか季節感というものをつかみにくいかもしれませんが、季節の課題、それから、お花の課題、食材の課題みたいなものはその時期に、まあ、よく咲くとかですね、よくなる、実をつけるといったものを中心にやっていきますので、まあ、そういう季節感を大事にして取り組んでもらうといいと思います。形の課題が T 字、それからあと楕円形、それからアラビア数字、結構アラビア数字ね、いっぱいいろんなところに出くわすと思います。アラビア数字そのものを取ってもらってもいいかもしれないですし、アラビア数字に似ているものを取ってもらってもいいです。それからいろんなものの街中にあるタイポグラフィーなんかも、そういうものもね、アラビア数字使われているものもありますので、まあ、そういうものにまつわる形の課題、形を見つけてみてください。気持ちの課題、憂鬱な気持ち、ネガティブな表現を、気持ち、まあ、そういうものを、表現してみてください。ちょっと心象風景っぽくなるかもしれませんし、ネガティブな色、
ネガティブな形、ネガティブな奥行き感、ネガティブなピントの甘さとかですね、まあそういうものを皆さんの技術を駆使して、撮影してみてください。気持ちの課題は憂鬱です。お散歩の課題、電柱電線のある風景、もしくは電柱電線そのもの、電柱電線にまつわるものをお散歩しながら見つけてみてください。それから三輪車のある風景ということで、まあ、なかなかね団地をうろうろしてるとカメラ持ってうろうろしてると通報されるかもしれないので気をつけてやってほしいんですけれども、三輪車というと結構懐かしい風景だなというか、僕もちっちゃい頃は三輪車乗ってました、当然ね、なんかそういうものちょっと自分の中で懐かしさを感じるものでもいいですし、逆に今の新しさを感じるもの、めいっ子さんおいっ子さん、乗られている三輪車、それから、道端に置かれている三輪車、まあ、そういうものをですね、そういうものにまつわる風景を探してみてください。屋内スナップの課題、今月は時計のある風景、まあ、いろんな時計があると思います。腕時計、掛け時計、置き時計、まあ、そういうものもいっぱいありますし、砂時計みたいなものもあったりとか、時刻を告げるものという意味で時計というのは当然あるんですけれども、田舎に帰るとですね、昔からある懐かしい掛け時計とかね、そういうもの、ただ単に時刻を告げるものだけじゃなくって、それはなんか一つのインテリアになっていったり、それからあと、家のちょっとね今のシンボルみたいなものになっていったりすると思うんですけれども、皆さんのお家にあるもの、もしくは、おじいちゃんおばあちゃんの家にあるものとかですね、そういうもので時計のある風景を見つけてみてください。目線の課題、これ今回初めてつけたんですけれども、皆さんが撮影するポジションなんかも考えて、今回はですね初めてですので犬目線でいろんなものを撮ってもらいたいなと思います。ポジションというのはその写真の中での主人公を表します。なので皆さんが主人公を何かに設定して犬目線で撮影してみてください。露出の課題、超高感度撮影、まあこれは今からですね、またまあ星空もそうなんですけれども、秋冬に向けて、夜の撮影とかね、それからあと暗い場所での撮影みたいなものもこれからちょっと増えてくると思うんですね。その中で高感度、皆さんのカメラは、高感度に強いカメラっていうのがですね最近のカメラの特徴になっています。昔はちょっとね ISO 感度上げていって、ISO 感度800ぐらい上げるとちょっとノイズが乗ってきたなっていうカメラが多かったんですけれども、今は結構高感度に強いカメラ、12800とかですね、まあ、6400それ以上上げていっても結構ノイズが出にくいカメラ、が増えています。それからあとロー現像処理の中でノイズ軽減とかですね、そういうものも機能としてありますので、超高感度撮影、一回ね皆さんのカメラマックスまで上げてもらって何が撮れるか、結構ねろうそくの中でも、あ、こんなに一本のろうそくでこんなに明るく撮れるんだとかですね、そういうものにチャレンジしてもらってもいいと思います。それからあと高感度の時のノイズの取り方の訓練にもなると思いますので、まあ、できればですねカメラの中の高感度ノイズ除去とか、それからあと長時間露光ノイズ除去っていうのがカメラの中には機能としてあるんですけれども、それでやるとどの程度除去するのかっていうのがちょっと曖昧ですので、できればローで撮ってロー現像処理の時に、ライトルームとかフォトショップの中のねロー現像処理の中でノイズ軽減というところを、やってみてください。そこで調整をしていく。ノイズっていうのは、僕たちが思っているノイズとカメラが思っているノイズっていうのは全然違いますので、ノイズを全くこうやって取ってしまうと、質感がなくなってきたりするんですね。なのでできればですね超高感度撮影やってみて、それから、ノイズをどこまで取っていくのかっていうところね、そういうところ、まあ、それをまた次回のクラスで共有をねしていきたい部分になるんですけれども、超高感度撮影にチャレンジをしてみてください。それではまた9月10月と皆様にお会いしましょう。では。